はい、それでは西村工房の代表取締役の西村さんにお話を伺います。西村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらの東流染めなんですけれども、まずこちらのお着物の特徴を皆様にご紹介していただけますか。はい、こちらのお着物は火炎という名前でして、花の炎と書いて火炎という、着物になります。これは千住の着物の中でも特に特別な着物でして、糸選び、生地の織り、金加工、染め、もう全てオリジナルの特注品ということになります。また染めの後に再度金加工をしてますので、もう特注中の特注と言ってもいいんじゃないかと、そのような特別な着物になっております。そして実際にこちら、お袖を通しますと、とってもですね、着心地がいいんですね。この着物の素材の特徴などはどのようになっているんでしょうか。はい、私たちの着物の生地の特徴としては、すべて国産のシルクを採用しています。輸入物でももちろんいいんですけれども、やっぱり国産の質には及んでないかなというのが正直なところですね。一番の特徴としては生地が呼吸をするというところですね。国産のシルクは熱すぎると熱を逃がす、また寒い時は暖かさを保つ、こういう特徴が一番出てると思います。日本の四季に関係があるそうなんですけれども、春夏秋冬の中で暑い時寒い時、その中で育った蚕を守る繭から作っていますので、常に24度から25度に温度を保つ、それが人間にとっても一番快適な温度であるということで、その特徴を持ったシルクを使って作っております。そして何と言いましてもこのね、染めなんですけれどもね、老舗のお着物でね、多い京都の中でも非常に斬新な染めになるのではないかと思いますけども、今日のこの柄を、はい、ご説明していただけますか。はい、こちらはパッと見て炎と、分かる着物なんですけれども、実はこちらの炎というのは仏教のゴマの炎を表したものになるんです。ゴマと言いますのは、ゴマ壇の炎にお供え物をくべて、祈祷をするという、外ゴマというゴマと、また自分自身の中にある煩悩行を焼き尽くすという、そういう内ゴマという、2つの意味がありまして、そのゴマに向けた人のエネルギー、それを千住流に表したのがこちらの着物ということになります。